ててーんとここにゃちは。はいどうも。はい、ここにゃちは。背景ボケのコミティンです。いやー最近すごいですね、そのレンズ。すごいでしょ、これなんか後ろがすごいぼやけるんですよね、うん、まあでもぼやければいいってもんじゃねえんだけどね。はいはい、というわけで本日今からですね、はい、カブトムシ捕りキャンプというものに、向かいたいなと思います。はい、いろんな虫盛りだくさんなので、あと個人的に実はパンツこれ、はい、昨日今日変えてなくて、さすがに3日目はもうアウトだと思ったので、はい、ちょっとあのユニクロみたいなのよって、もう靴下も結構なくなってきたので、靴下も買っていろいろ向かいたいなと思います。はい。だからカンさんの下着とかなんか靴下買いに行くの僕2回目ですよ。はい、行きましょう。行きましょう。はい、さてと、よいしょ。昨日車中泊しっぱなしだから、寝袋だけは置いてあって、まあ、これ撮影機材だからほぼ。まあほぼこれとパープだけ。コンパクト設計ナイス。ではパンツ買いに行こう。さてと、意外ともう時間が遅くて16時。今からユニクロ行ってスーパー行ってホームセンター行くと時間的にまずいんですよね。なのであのオールインワンで、まあ、すげえとこ実は福井にあるからさ、実は1回昔の動画で出たことあります。あのすげえとこあるのよ。ちょっとそちらの方をね今から向かっていきたいなと思います。やっぱねみんなでこの買い出しするのもいいんだよね。個人個人あの食べ物とか買うのもいいんだけども、みんなで一緒に今日夜何食べるけみたいなね、そういうのいいんすよね。でも今日何食べようかな、まあ、一つはもう決まってるんだけども、あのすごいおつまみ的なもんなので僕が作るの、まあ、コミティシェフが何を作るのか今日の夜ご飯すげえ楽しみ。さあ来ました。イエスプラント3、大好きプラント3。さあこちらプラント3のことを語っておくと、まあこれ近畿地方北陸地方にいっぱいあって、2,3,4,4 万のかな、なんかどんどんでかくなる。ほんでこちらにはホームセンターのものもあるし生鮮食品もある。ほんとすごいところだ。近く近所にはないから不便なんだけどな。まあ今、行ってきやすじゃん。一応肉類もね今いろいろ買ってきたんだけど、入るかなこれさてと、入るかな。ではではこの子たち S サイズだから、あ全然いける、余裕余裕いけますわ。もういいわ、卵いけて、わすごい意外といけた。 OK。さてただいまの時間もう5時15分、まずいです。キャンプ場着く頃には45分で、火が、落ちる時間が6時半となってるので1時間もないぐらい、着いて1時間ぐらいでもうかなり暗くなるからまずいですよ。さあレッチャーゴー。ふぅ着きましたわ。やばいね。あと30分で火がね沈み始めてくるから早速設営準備。あ、ティンティンさんもいらっしゃいましたね。設営ですよ。あ、やべ虫がいるわ。あ、ではまずねレシャは一旦ちょっと全体的に、また夜になるとね私長袖長ズボンになる予定ですので、それまではねあのこれでなんとかしのいでいきたいなと。さてうんなら行きますか。スピード感が命になってきますよ。ここでねあの皆さんも結構ギリギリにキャンプすることあると思うんですけども、ある程度の慣れがないとやばい時があると。ではレッツスタート。アブアブがやばい。さて設営準備。おっくしょよし、よし。さあというわけで今日はまあまだ余裕もあるし30分で日が暮れる。まだ30分あればいけるでしょう。またちょっといつもとね違う張り方やってみようかなと思ってます。あの先日タープ P テントと張った時も、あ実はそれ見たことあったんですよ。あそういう張り方あるんだみたいな感じで見てたんだけども、その張り方っぽいのをぽいのを今回やっていこうと思います。要はポールだけで自立させるっていうやり方だね。いろいろ長さとか測りながらやってみるよ。まずはこのタップ広げてちょっと長さの感覚をちょっと掴んでおこうと思います。まあ、ちょっと端から端用のねこの紐をちょっと作りますわ。オッケー、ここらでカット。このロープいいよね、めちゃめちゃ目立ってさ。先っちょもヨガプレイヨガプレイヨガヨガ
ヨガフレイン。ちなみにティンさんもなんか革新的なやつ持ってきたみたいです。その後カブトムシのなんか準備するんだってさ超楽しそう、少年っぽくて。さあ、んならこっち側はもやい結びでもなんでもいいんだよな。待って、やっぱこの端っここれにするわ。こんな感じで通していいかな、この方法で。まあ、ちょっと試行錯誤を得ながらね。オッケーオッケー。これでだいぶ長さ調整ができるようになったぞ。これで反対側も、いやでも本来であればね、こういうの使わずさ、ロープワークでやるのが一番かっこいいんだけど、やっぱヨガフレーム甘かった、ほどけてきた。まだね、一回やるとねできるようになるんだけどさ、あの翌日忘れてるっていうね。電車の出張中とか暇だからさ、電車の中で練習しようかな、ロープワークの。それもありかもしんないな。マジ練習しよう。よっしゃ、オッケー。なちょっと頑張りますさ。ピンセット、ハンマー、こんなとこかな。よし、まずはメインのペグ、長いやつな、これだ。まず長いやつ貼っていこうと、端っこの方な。うまくいくといいんだけどな。よし、いっか。えいよ。前ねこのハンマー買ったんですよ。かっこいいっすよ、なんか形、この奥行き短くて便利だし。ただね、こうよく見るとなんか変な角度ついててさ、これがまだ慣れてない。アマゾンとかで見たらね、やっぱみんな苦戦してるみたい、この変な角度ついてるの。コンパクトでいいんだけどね、奥行きが。なんか理由はあると思うんだけども、この謎の角度使いづらい。ほんでね、前ちょっと実はこれ作ったんですけど、多分短いんだよな。ちょっと立ててみる。多分短いんだよな。ギリギリまでこれ今伸ばしておいて。うお、なんか頑張ってる。鮮やかだな。鮮やかだな、あのテント。前打ち合うちでやるぞ。ちょっと今現在はね、これタープ広げちゃってるけども、これ本来はタープない状態でやるやつ。雨降ってる時とかもね、こうするとタープ濡らさなくていいから便利みたい。ちょっとやってみっか。まずはこれ下だな、このシュロープっていうか。ほんで今の端っこのやつをこうかけて。うわ、絶対長さ足りんやつやと思う、これ。作り直そうかな。うわ、絶対足りんわこれ。うわ、ほんとバカだな。なんでこんな短く作っちゃったんだろう、前。よしよしよし、一旦立ててみる。全然ダメだ。ああ、ちょっと早急に作り直しとく今。さて、日が暮れましたよ。まずいですよ。OKOKOK。 こういうことね。次ちょっと紐がね、長さ足りなくなっちゃったから、ペグの位置をめっちゃ近くするわ。それしか方法はね。あと長さを調整してあげて。 OKOK。 こういうことかな。こういうことかな。もうある程度もうビンビンで、ビンビンです。あ、いつもビンビンです。はい、こうすると先にタープだけこれ仮張りして、そっからこれを地面につけずにペロッと、そういうことかな。ほんで最後はこれで押さえつける感じになるから。あ、めっちゃ張ってるなこれ。今ちょっと緩めたわ。順番を変えるね。最後にこうして、ほんでこの上から押さえつけるやつをやる。でこっちも同じように。よいしょ。よし。やべえ、うまくいった。まあこんな感じ。まあちょっと二度手間みたいに感じるんだけどさ、あのロープ張ってるから朝ね、このタープ干したりとかするときにも便利なのこれ。物干し竿代わりに使えるから。あとカンカンしてやるか。火沈んだわ。火沈んで10分後。まだ明るいけど。はい、というわけでこんな感じで OK ですね。ほんでまあ内側に、まあ、紐もね、これちょっともうちょっと短く、これ内側に紐があるから、はい、これでちょっと工夫することもできると。
まあ、例えばね、上からこれ吊るしたい時もこの輪っか状のやつをぐるんぐるんとね、あら不思議、上からライトが吊り下げれると、いや、いい感じ。レンズの汚れがすげえわかるっていう、汚いな、うちのレンズ。まあこんな感じでぶら下げれるようになったので、夜もね、うちらの顔も照らせるし、お肉もしっかり照らせるから、食中毒の危険性もね、多少減らせるかと思います。バッチリだ。よいしょ。はいはい、というわけで、まあ決して何年とかじゃないと思うんですけども、まあバチバチに焚き火しないから、まあ多少はいいということで、本日はこの下でね、バーベキューをしていきたいなと思います。もうこれで完璧ですね。はい、完璧ですね。突然の雨も、はい、結構ここ雨降るからね、突然の雨が。ほんで、寝るときにここに簡易的なテントを置いて宿泊すると、雨から逃げるという感じでございます。はい、完璧でございます。まあ、というわけで、はい、バチバチに雨が当たると、はい、あ、いいですね。防水性能もテストしていただきましょう。はい、そういうチャンネルですので。というわけで本日はこんなところで、また次はバーベキュー編でお会いしましょう。バイチャバイチャ。